保冷所キング保冷所キングはアメリカ合衆国の政治家。1861年2月から3月まで第22代アメリカ合衆国郵政長官を務めた。1811年6月21日、キングはメイン州パリスにおいてサミュエル・キングとサリー・ホールの息子として誕生した。キングは公立学校で学び、18歳の時に新聞社。 ジェファソニアンに採用された。キングはそこで印刷業を学び、後に新聞社のオーナー兼編集長となった。1833年、キングはメイン州ポートランドへ移り、1838年まで出版業を営んだ。1839年、キングは合衆国有政省から事務官として任命を受け、ワシントン DC に移った。キングは内で、 トントン表紙に昇進し、1854年に第一郵政時間補に任せられた。1861年1月、キングは郵政長官代行を任された。キングは合衆国議会において、郵便物に無料送達特権に関する質問を、サウスカロライナ州選出会議員から受けた。キングは、その答弁において、連邦離脱の権限が、 各州に存在しないことを公式に表明した。その後キングは2月12日に正式な郵政長官として任命を受け3月7日までその職を務めた。キングは郵政長官退任後も南北戦争の終結までワシントン DC に残りコロンビア特別区に居住する奴隷の解放に関する法律を施行するための委員会で委員を務めた。キングの努力により コロンビア特別区に定住する相当数の奴隷が解放された。南北戦争終戦後、キングはワシントン DC において弁護士業を開業した。その後キングは国際調査委員会に入り、キングは職員に対して公用ートを使用することを推奨した。キングは1881年に記念碑協会の事務総長を務め、ワシントン記念塔の建造に尽力した。 キングは報道機関向けに多くのプレスリリースを作成した。1897年5月20日、キングはワシントン DC で死去した。キングの遺体はワシントン DC の合衆国議会墓地に埋葬された。キングはアンコリンズと結婚した。二人の間には以下の子供が生まれた。ありがとうございます。